はい、じゃあ今回は、極電 GT の方ですね。これを、A カテゴリーでやっていきましょう。すっかりね、7周年が、まあ、GT ヒーローやら、劇場版ヒーローやらで、敵役がね、影薄くなりがちになってきてるんで、ちょっとここらでね、存在感を出してもらって、まあ、サイヤ人たちに、敵もいないのに最強なんてどうするんだと。そう人が、人はね、吹かしてほしいなと思いますんで。やっていきましょうか。この LR フェス限のフリパーフリーザー、今回のフェスで弾けたので、まあ、凸なしで、リンクレベルも大して上げてないんですけど、まあ、せっかく、カテゴリーミッションに来てるんで、やっていきましょう。で、この第3フリーザーもね、一応1凸までは行ったんで、で、最後、この、イベントの最終ステージが、技属性なんで、まあ、頼りになるでしょう。で、この天使フリーザーも、割と最近引いたんですよね。どうすっかな、ここは。地属性の、このフリーザーが、敵が悟空っていうか、まあ、孫悟空の系譜か。だと、確定ガード、さらに、50% 軽減なので。まあ、めちゃくちゃ頼りになってくれるでしょう。まあ、世間は 200% サンドで賑わってますけれども。まだまだ、こいつらもやれるってこと見せてやりたいよ。うん。まあ、ガッツし守りますよ。で、この天使フリーザーが、ディフェンス無限上昇だっけ、まあ、とりあえず終盤まで変身させずに、このままディフェンスを上げていきましょう。極限の変身フリーザーは、うちは2凸かな、まだ。なかなか凸が進んでないんですけれども。で、技ゴールデンフリーザーも、確か2凸だった気がする。うん、2凸だな。そう、こいつも古いキャラなんだけど、なかなか引けなくてね。あ、で、フルパンフリーザーってこれは、通常必殺がアタック無限上昇で、超必殺がディフェンス無限上昇か。まあ、ディフェンスを上げるのであれば、超必殺まで持っていきたい。で、最後がね、弱点属性だから、なるべく上げておきたいんだけど、リーダーフレンドと、苦手属性が2体並んでしまうから、まあ、そこがこのダメージカット持ちのゴールデンフリーザだったり、無限上昇キャラを使ってなんとかカバーしていきましょう。このリーダーの フリパーフリーザはとにかく火力が武器なんで、もうガンガン削ってもらうと。じゃあここはこんなんでいいか。こうして、こうで、まあさすがにこのターンで切りつけることはないだろうから、3体とも必殺は打てると思う。うん。で、このフリーザはアタック無限上昇です。うん。必殺でディフェンス低下も入るけど、うん、大して効かないね。50% カットがあるし、確定ガードだし、こいつの火力もえげつないな。あ、やべ、天使フリーザーが撃てねえな。このターン蹴りつけてしまった。強っ。で、変身フリーザーは第2形態。ここは、どうでいいか。こうして、ここ取っても取れるよね。うん。OK。こうして、しかも、キラマもね、うまいこと取っていかないと、意外とフリーザ同士でも、宇宙最強の一族しか、気力リンクが発動してなくて、気力が足りないってことに、
なったりすることもあるんで、まあ、ちょいちょい驚異的なスピード持ってるフリーザも多いんだけど、クリパーフリーザは短期決戦だったはずだから、あれ、短期決戦持ってんだっけ ?LR は。伝説の力で1枠になってるからな。どうだっけ、あ、持ってねえな。あ、まあ、持ってたとしても別に、この組み合わせだと発動しないんだけど。そっか、伝説の力あるから、短期決戦がないのか。じゃあ、ここは、こうして、こうだな。うん、確定ガード。弱点属性だから、まあ攻撃は、あ、回収ヒット。第3フリーザのサポートも持ってるから、そこそこ火力も出てるの。うん、しっかり守れて。で、今こいつ、火力950万とか出た。やば!強っ!あの、フレンド虹だけど。すげえなぁ。おぉ、ゴールデンフリーザーでいっか。ゴールデンフリーザーを置いて、あとどうすかな。この方がいいか?もしかして。こうやって、消費させて、天使フリーザー、攻撃受けた方が、アタックでユニス上がるんだよ。確か。あ、こっちなしだからな。ちょっとここまで来ると、攻撃受けるの結構厳しいかもしれない。まあ、そんなに必殺打ててないし。あ、まあ、次のラウンドが、有利属性だといいかもしれないけど。これ、うちのフリーザーです。アタック400万か。二人比べるとどうしても劣るな。当たり前なんだけど。変身フリーザーが第3形態まで行ったと。こう落とした。ここか。まあ、いっか。消費殺を受けて、ここはこうでいくか。うん、確定ガード。必殺来たけど、うん、だいぶ抑える。この大猿悟空結構火力出るんだけど、やっぱダメージ 50% カットに確定ガードはでかいな。変身レーザー430万か。ここはどうするかな。ゴールデンフリーザー置いて、ゴールデンフリーザで蹴りつけるかな、これ。どうかな。削り切るかな。おっと、ギリギリ残った。天使フリーザ、これ、いけるか。苦手属性だから、なんか全然減らなそうだけど。あと100万、あ、うん、ギリギリ削り切った。よし、あと2ラウンドか。どうすっかな。1枠目こうするか。こうして、こうで、こうで、うん。ちょっとリンク切ったけど、あ、そっか、こいつ、どっかモードか。ちょっと大した火力になんないんだけど。はい。230万か。まあ、大した削れないだろうな。ああ、こんなもんか。うん。で、守りは完璧。必殺が来てもここまで抑える。うちのフリーザーが468万か。リンクは宇宙最強悪夢衝撃戦くらいかな。で、リンクなしフレンド381万。
リング組んだうちの方と大して変わらん。会心。これがね、ボスキラとか発動したら相当強いんだけど。どうすかな、ここ。こうするか。こう、天使フリーザで受けに行って、こうして、こうがいいかな。うん。あれ、こいつ回避のパッシブにあったっけ？スキル玉で回避つけて覚えがないから、パッシブについてんのかな。あんまそこまで、把握しなかったけど。変身フリーザが417万。こいつあともう一形態、ゴールデン残してますね。170万か。会心。苦手属性だけど、うん。だいぶ抑えます。で、まあ、このフリーザは1枠目にして、こうして、ボスキャラが剥がれたな。うん、チキダも取っとけばよかった。うん、確定ガード。あ、今そこそこ食らったからボスキャラがまたついたな。よし、うちのポップなし592万。ボスキャラ発動して、サポートも入ってるけど、フレンドの道に比べたら、なんかそこまでって感じだな。こいつと、3.5 億対になってる、地属性の5級のいいところは、通常必殺も超極大なんですね、必殺が。だから、超必殺、必殺と、通常必殺の威力がそこまで変わらない。よし、げえ。うん。今んとこアイテムは使ってない。変身フリーザが最終の、ゴールデンまで進化と。ここ苦手属性が来るんだよな。どうしようか。変身フリーザが22万か。変身させるも。変身させたら、あ、下がっちゃったな。攻撃受けた方がいいんだっけ？攻撃受けたら、必殺発動時か。必殺発動パッシブ。どうすっかな、これ。ボスキャラ発動させたいんだよなぁ。ウィス使っとくか。で、超必殺打たせて、こんな感じでどうでしょう。通常攻撃は大丈夫。必殺も、ミス使ったからそこそこ抑えるだろう。さ、配信。次。533万。配信。もう一発。通常必殺がアタック無限上昇だから、水撃が出るたびにアタックが上がってくる。また会心。あれ、覚醒だっけこいつ。会心。変身フリーザが550万。避けられた。あ、結構食らうかな、これ。あ、大丈夫かなウイルス使ってるし。あ、でもそれでも、13万か。で、変身。天使ゴルフリ330万。まあ、そこまでだな。で、ここはどうすかな。こうで、こうで、ねー、こう落とすか。地属性フリーザとゴルフリーは大丈夫。
来て、ルイス使ってるから完全カット。ちょっと LR フリーザーがちょっとどうかな、これ。この組み合わせだとボステラも発動しないし。ここに必殺飛んできたら怪しいかもしれない。超必殺でディフェンス上昇。うん。あ、大丈夫だ。で、ここのフリーザには、別に必殺が飛んできても完全か。撃つなら撃てよ。撃てなかった。じゃあここどうしようか。ここちょっと怪しいな、どうしよう。あ、こいつ、アタックディフェンス上昇か。どうすかな。ディフェンス使っちゃう？君のため。こうして、こうで。629万。こいつも大概の強さだね。まだ2突なんだけど。なんか前だとね、極限前って変身したら逆に弱くなってんじゃないかって感じだったけど。おお、抑えた。767万。ボスキャラ発動の上で、サポートも入ると。よし。もう一発。これで終わったか。おい、避けやがった。もう一発。食い下がるフリーザー。ああ、避けれ。悟空も食い下がる。クレイジーフィンガービームで。有利属性だから、やったか？うわ、もうちょっと、あ、もう一発。避けやがった。しぶとい。このしつこいくたばり損ない目。お、これは、アクティブ。打ちかますか？あ、飛ばしちゃった。この顔である。アクティブの演出でちゃんとやってきゃよかったかな。というわけでした。ミッションクリアでーす。ありがとうございました。よし。これで他のミッションはもうクリアしちゃったんで。これで、ベジータ伝と GT 悟空伝のミッションは全部クリアしました。残るはレッドゾーンなんですけど、ちょっと未だにイーシンロンとブロリーの壁が突破できないんで、ちょっといつクリアできるかわかりません。まあ、クリアできたら、またちょっと報告したいと思いますので、また次回よろしくお願いします。ありがとうございました。